ですね。はい、今日はちょっとはい、スピンでちょっとランニングはしてないんですけど、ラフな感じです。うん、アテラジカさんでもありがとうございます。ゲームタイムでちょっと聞けなかった皆さんもよかったらラジコさんから聞いてみてください。うん、シャインシャインサケあのはい、サンシャインサケがちょっとはい難しかったですね。なんていうんですか、こうちょっとなんか言ってるとなんかわかんない、言えなくなっちゃったりそうなんですよ。高橋の感じが素敵でした。あー、ありがとうございます、嬉しいです。ペンギン好きかも。あー、ありがとうございます、嬉しいです。いや、こんばんは、こんばんは。あ、カサザシと声が当たったけどペンギンいなくて残念。あー、そうですね、ちょっと見ていただきたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、でも当たってこう見に行ってくれいただける嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございます。感染とかねありますけども、はい、今日気をつけながらこう楽しんでいただけたらなって思いますね。うーん、甘がみしましたね。ちょっとそうなんですよ、ちょっと必死でした。本当ですか。東の小説も楽しみです、ありがとうございます。セブンネット文庫さんの、そうなんですよ、今年もコラボさせていただけて SK48 文庫2021がね発売されるんですけれども、はい、私は今回選んでいただけて、私が限定ブックカバーがね表紙になってる本もありますので、嬉しいです。ぜひ皆さんにね読んでいただけたらいいなって思います。嬉しい、深まりますよ。確かにゆっくり、ありがとうございます。ぜひはい、聞いて感想もよかったら教えてください。嬉しいです、楽しみにしていただけて。注文しますね。嬉しい。なんかそんな限定ブックカバーとか、あとはしおりとかサイン入りポスターとか、いろんな、はい、特定のキャンペーンとかもあったりして嬉しいです。はい、このスピリはいつ会えるんでしょうか。いやー、ショールームでしかなかなかないかもですね。今日の夕ご飯はなんかお父さんがこの前来てくれた時になんか買って来てくれてたんですけど、なんかカレー味だったっけ、カレー味の鶏肉のなんかカレー味にした鶏肉でなんか焼いて食べるだけのやつなんですけど、なんかあんまり食べたことなかったんですけど、とても美味しかったです。はい、わかりますかね。あー、今日もはいグラスは塗っております。保湿のやつですね。お化け屋敷は平気、いや平気じゃないんですよ、苦手です。とても苦手です。そう、観覧車で出ましたね話が、みんな苦手でしたね。こんばんはです、ありがとうございます。こんばんはです、やってみよう。早速注文、嬉しい、ありがとうございます。明日の、はい、セブンネットショッピングさんのホームページとか公式ツイッターさんに詳しい情報とか、はい、アップしていただけるので、明日の0時って書いて、はい、でしたね、よかったらチェックよろしくお願いします。
プラネタリウム、好きですね。なんか学校の昔学校でなんか修学旅行じゃなくてなんかそう遠足みたいな感じの時にプラネタリウムに行ったんですけど、とても楽しくてはい。でも最近全然行けてないですね。行きたいです。今日はスポーティーなんです。そうなんですええー、私は大丈夫ですよ。元気ですよありがとうございます。なかなか見に来れなくて申し訳ないです。いやー、でもありがとうございます。お忙しい中嬉しい。公式ブログの気持ち一緒だよ。あ、ブログもありがとうございます。嬉しい、読んでくださって。今日は昨日おとといとさせていただいたオンラインお話し会の、はい、お話ことを書かせていただきました。そうなんですよ。表紙とかなんて言うんですかね、違います、なんて言うんですか、あ、限定ブックカバーになってます。私はい、していただけてます。あー、なんかそうですね、お肉スパイシーな感じで美味しかったです。カリカリに焼いたらすごい美味しくて、野菜と一緒に食べました。ラジオ聞いて感動して呼吸まで、ありがとうございます。あー、スパゲッティも美味しい。こんばんは、ありがとうございます。すごい、僕の日々の暮らしの中に横にあるいつもしおりとなって思い出を刻んでおります。わー、嬉しいです。しおりみたいな存在ですか。嬉しいありがとうございます。そんだけね、それだけ、はい、ずっと見ていただけて幸せです。出してきました。あー、お忙しい中ありがとうございます。嬉しい。カレー味、なんかね、美味しいですね。うん、私系のお店休みに行こう。なんか怖いですよね、すごい。ダメです、ダメですねあ、観覧車ゆうこさんありがとうございます。聞いてくださって。この子はネズミちゃんです。はい、今年ね、ネズミ年だったので、そう、そうなんです。来年は牛年ですね。小説はあんまり読まないですね。ちょっと、はい頑張らなきゃん、今日の満月はビーバームーンって言うんだって。はぁ、ちょっと今日見れてないですね。どんななんだろう、見たい。どんななんだろう。あ、アムロさんのおっしゃったのもありがとうございます。素敵すぎました。あー、嬉しい。昨日の続きで成人式の前撮りの写真の続きをアップさせていただきました。今年初めて鍋を食べました。あ、いいですよね、もう鍋、もう鍋の時期ですよね美味しい。プラネタリウム懐かしいいい曲ですよね。寝ちゃいそう。あー、でもなんか、でもなんかすごい世界観が好きです。はい、太陽光さんはですね、はい、ちょっといっぱいはさせていただけてないんですけど、たまにちょこっとさせていただいております。またさせていただきますね。大丈夫、寝ちゃいますか。いや、なんかね、そんなんか癒されますよね、疲れ取れて。いけなくてもいろいろ教えてくれるからありがたい。本当ですか、嬉しいです。なんかお伝えすることぐらいしかなできないんですけど、これからもこうね、写真とかも動画とかいっぱい撮ったり、お話もさせていただきます。確かに初めての人って、初めての方もいてくださいました。嬉しかったです。
妖精はどのジャンルが好きですか。でもなんかファンタジー結構、ファンタジーですか、ファンタジーとか好きなので、なんかそういう話が好きですかね。いつもありがとうございます。落ち着きますか、嬉しい。あ、確かに福丸くん牛柄、確かに本当ですね。年賀状は、あ、今年も書いて、あの、はい、あの準備、あ、なんていうんですか、このメッセージはまだなんですけど、こう作ったのは作れました。そうなんですよ。ルナさんの小説、読みたい、読みたいです。なんていうんですか、横にこれな、なんて書いてるんだっけ。ヘビです、私は。はい、ヘビです。ヘビ年っていうんですか、ヘビですねはい。あー、マイドル買った、嬉しい。うん、お、先日無事にお誕生日を迎えました。お、おめでとうございます、おめでとうございます。あー、今の姿の横にはめっちゃ綺麗でした。嬉しい、ありがとうございます、見てくださって。また続きもアップさせていただくので、よかったら見てくださいドラえもん、いいな。毎日夜はご苦労さん、こちらこそ見てくださってありがとうございます、嬉しいモンキーです。すごい、あー、私は、はい、あの出ないんですけど、でも嬉しいです。楽しんでくださいね。でも、あの感染にも十分に気をつけてください。ヘビア、あ、一緒ですか。あ、エト、そう、エトが読めなかったです、すいません。エト、そう、ヘビです、ヘビなんです。あー、ヘビの方もいらっしゃいますね。おお、今月ね、もう今日で11月も終わっちゃいますし、誕生日の方もいらっしゃったので、最後に、あ、最後じゃない、え、最後、あ、最後、今月最後に、はい、あのまた今日もあの誕生日の歌を歌わせていただきたいと思います。11月皆さんに、はい、ちょっともう終わっちゃったって方もいらっしゃるかもなんですけど、皆さんもよかったら一緒にお祝いよろしくお願いしますはい、では行きますよ、行きます、せーの。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear、 11月お誕生日の皆さん、 Happy birthday to you、おめでとうございます、パチパチあー、素敵なね、一年になりますように、健康で、はい、笑顔あふれる素敵な一年になるように祈っておりますあ、皆さん優しい、一緒にお祝いありがとうございます、嬉しいですね。おめでとう、おー、パチパチー、あー、もう10分経っちゃいました、早い、478日連続ありがとうございます。あー、今日はあのちょっとお見せさせていただきたいのがあって、あのあー、ありがとうございます。さあ、今日もですね、あのデッサンの続きをやってたんですけど、あの前からちょっとやってたさくらんぼのデッサンが完成したので、お見せさせていただきたいなと思って、それだけ最後いいですか、じゃあ。いい日になりました。おあ、ありがとうございます。健康が一番の幸せ。そうですよね。健康大事です。
らんぼはい、ではじゃあお見せさせていただきます。さくらんぼね、今初ですよね、お見せさせていただくの。ではいきますね、こちらです。じゃん、完成しました。めっちゃ必死でしたなんか、はい、以前買った教本をにですね、その書き方を教えてくださったので、それを見ながら書いたんですけど、すごい分かりやすくて、はい、書けました。そうなんですよ、嬉しい、ありがとうございます。つやつや、はい、つやつやです。部屋に飾りたい、嬉しい、光の加減が、嬉しい、立体感が、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。本当ですか、まだ買えるし、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。いただきます。食べてくれますか。こんな感じです、こんな感じです。書けました。ショールームちょっと前に、はい、完成したんですけど、食べたいって嬉しい。そう、影もなんか、そう、黒じゃなくてこういう感じで、青と青、赤でやったんですけど、薄紫っぽい色になってます。やるやん、やったー、嬉しいイエーイ。はい、やっぱ実物で 見るのと、この、なんていうんですか、まあ、ありがとうございます、嬉しい、ミラーボールまで、あー、ありがとうございます。あ、間に合った、デビューしてくださった方もありがとうございます。やったです。はい、色鉛筆デッサンですね。そう、写真とかね、実際こうで見るのと、写真とかとやっぱ違うんですけど、で写真も撮ったので、またメールとかで送らせていただきたいと思います。安室さんでもまたなんか紹介させていただけたらなって思います。はい、ありがとうございます。嬉しいです、お言葉、嬉しいお言葉、ありがとうございます。嬉しい、本当ですかありがとうございます。それでは今日もオートタイムをさせていただきたいと思います。嬉しい、皆さんに褒めていただけると、なんか頑張ってよかったなってより思います。もっと頑張りますね。嬉しい、嬉しいな、オートタイムさせていただきます。はい、ではさせていただきます。待ってください、ちょっと待ってくださいね、めっちゃドア、はい、刺さりました。あ、ちょっとマジスカラクノラ、ちょっとすいません、まだ練習が、すいません。でもはい、メールですかね、メールの返信とかでリクエストいただいた曲を今日は歌わせていただきたいと思います。はい、めっちゃ聞いたことあって知ってる曲なんですけど、あんまり、はい、歌ったことは、なんていうんですか、そのライブとか全然歌ったことはない曲なんですけど、なんか髪の毛がある気が頑張ります。なんか髪の毛たまに出てくるんですよね、長い毛がください。すいません、すいません、なんか今日、はい、うまくいかなかったです。すいません、消えちゃいました、大丈夫ですか、ごめんなさい、すいません、うん、止まっちゃいました、申し訳ないです、ごめんなさい。今日なんかカラオケ機能を使うときにたまになっちゃうんですけど、
今日うまくいかなかったです。ちょっともう一回、もう一回やります。ちょっと慎重に、ここ、あ、いけました。すいません、難しいですね。ちょっと今、曲入れてます。ちょっと待ってください。あれ？出るかな？ ちょっとリクエスト曲なので、まあ、ちょっと自信がないんですけれども、頑張ります。練習したので、はい。頑張ります。あ、音量を上げさせていただきたいんですけど、カチカチって音がうるさいかもしれないので、よかったら音量を下げてください。では、上げたいと思います。あ、キャマックスでした。ありがとうございます。では、大丈夫です。あ、ありがとうございます。すいません。では、いきますね。頑張ります。失礼しました、先ほどは。では、聴いてください。どうぞー。漕ぎの汗が揺れる9月のそよ風、休みの間会えずにいたら君のことが気になってきたんだ。ただの友達と思っていたのに、今すぐにでも君に知れない青い空には雲は一つもない。 Maybe Maybe 好きなのかもしれない。それが恋だと分かってるけど言い訳 Maybe。 大人の横顔、どんな休みを過ごしていたの？話し方が聞こえなくなりそうで気づかれないくらい髪を切ったんだね。僕は僕で君を君を見ている。Oh
ていただきました。すいません。あ、ありがとうございます。あごめんなさい。ちょっとすいません、2番ぐらいから本当にちょっとグダグダで申し訳ないです。あ、それししたんですけど、ちょっとダメでした。すいません、あの、はい、いい年手がダメでしたね。はい、申し訳ないです。高いなって思って、そう、高い声出そうと思ったら、そうそうそう、裏返っちゃいました。しかも2回ともすいません、ちょっと申し訳ないです。すいません、難しくて、いや難しいですね。コーンが苦手ですね、特にやっぱり。ちょっとまた、はい、ちょっとそうですね、出していただきたいと思います。ごめんなさい、今日も聞いてくださってありがとうございました。はい、ちょっと裏返しすぎて笑っちゃいました、すいません。はい、ジャスミンちゃんが、すいません、ありがとうございます、聞いてくださって。はい、ではちょっと今日は発動させていただきたいと思います。そうですね、今日はどうしようかな、どうしようかな、準備の瞬間でした。裏声レッスンしなきゃですね。どう高いか、そうだ、確かに確かに。こちら笑顔になりました。本当ですか、優しい皆さんありがとうございます。え、今日は、そんなことないですよ。今日はさくらんぼあたりで、どうしよう。ご飯食べましたよ。どうしよう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 、さくらんぼってあれですよね、ゆなのさんが、あ、でも両手できない、今日ちょっとそうですね、思ってるので、あれでいきたいと思います。はい。ではいきます、いきますね、はい、いきます、よこにゃんよこにゃん、ピーム、わーからの激しゅー。ありがとうございます、恥ずかしいですね、すみません、ありがとうございます。昨日はそうなんです、激しゅーとリンクでなんかリクエスト両方いただいてたので、昨日しなかった方をしていただきました、ありがとうございます。せっかくなので、そうですね、ちょっとはい、今日あの完成したクラウンをもう一度お演奏して終わらせていただきたいと思います。あー、たくさん嬉しい、やられた、嬉しいです、ありがとうございます、こちらこそ、クラウンを見てください。イエーイ、今日完成できました、さくらんぼデッサン、色鉛筆デッサン、さくらんぼです、嬉しい、イエーイ、この、はい、今回学んだことをまたあのアビプラさんとかで紹介させていただきたいと思います。次は何を描こうかな、次の絵も頑張ります。皆さんありがとうございました。皆さんもゆっくり休んでくださいね。はい、ゆっくり休んでください。いやー、本当に11月も本当に今月も本当にありがとうございました。だから12月でもう今年もあと1ヶ月しかないですが、残り1ヶ月も、はい、一緒に過ごしていただけたら嬉しいなと思います。明日からもよろしくお願いします。はい、皆さんもゆっくり休んでくださいね、ありがとうございました。2156人の方もありがとうございます。寒いので暖かくしてゆっくり休んでください。ではありがとうございました。シャチホコー。
がとうございました。